ロボカップ、ロボカップ、ローボカップはロボットと人工知能の新しい標準問題として2050年人型ロボットでワールドカップチャンピオンに勝つことを設定しその研究過程で生まれる科学技術を世界に還元することを目標としている国際的ロボット競技大会である競技会場やメディアを通した一般への認知としては高度なロボットコンテストに見えるが その見かけのエンターテイメント性にも意味があり、50年に、渡り数世代に及ぶ研究課題として、次世代を、子供たちに科学技術の興奮と、素晴らしさを伝えている。ソニー CSL の北野博明や大阪大学の浅田、実、伝送券の松原一志、現、公立函館未来大学ら日本の研究者が、提唱して1993年に提案され、 1995年にスペシャルセッション1996年にプレ大会1997年より第1回として毎年開催されている。積極的な国では春から初夏にオープン戦が開かれ7月頃に世界大会が開かれる。日本では5月のゴールデンウィーク中にローボカップジャパンオープンが開かれる。 ロボカップが提唱するロボットと人工知能の新しい標準問題として以下の一説がよく使われる。バイ2050ディベロップ A チームオブフリーオートノマスヒューマノイドロバーツザットキャンウィンアゲンストザヒューマンワールドチャンピオンチームインサッカー。Roberts, 西暦2050年までに人間のサッカーの世界チャンピオンチームに勝てる自立型の人型ロボットチームを作る。 ロボット工学の研究においては、人工知能から機械まで必要とされる、要素技術が多く、再現性の不確かなシステムに陥りやすい問題がある。理論と現実の関連性の確保が難しく、誤れば、研究の信頼性の問題となる。ロボカップは、一般には、ロボット競技が注目されているが、競技で実証した研究を、シンポジウムで発表すること、 実物を前に研究者が交流を持つことにこそ意義があり、競技とシンポジウムは不可分の関係にある。ロボカップは大きく4つの分野に分けられ、さらに競技ごとに細かく分類される。ロボカップの中心となる競技で人間と同じように自分で状況を判断し、動く自律型ロボットを使用して競技が行われる。シミュレーションリーグでは、 コンピュータ画面上に11対11の人工知能の選手たちが戦う。外見上はサッカーのコンピューターゲームに見えるが中身は大きく異なる。一般的にコンピューターゲームとしてのサッカーは一つのプログラムが全ての状況を知っているため将棋と同様のゲームとなる。状況の情報を全て使用可能であるためフォーメーションやチームワークを持たせることが容易である。 シミュレーションリーグでは各選手が現実の体を持たないロボットとして動作する。それぞれの選手は独立したプログラムであり、各選手が利用可能な情報は限定されている。見えるのは首の向いた方向だけ、見えたボールや選手の位置も意図的に誤差を含めて蹴ったボールも正確には飛ばない。声に相当する通信も少ない情報のみで届くことすら保証されていない。 不完全な情報、不完全な結果、予測できない仲間。これらの状況は人工知能の重大な問題を豊富に含んでおり、優秀な論文を最も多く生んでいる。1996年のロボカッププレ大会から始まる最も古いリーグ。サッカーとしてもゲームの質が最も高い。約6メートル4メートルのフィールドで1チーム6台の車両型。 直径 18cm 以内、高さ 15cm 以内ロボットで戦う。フィールド上 4m の地点にフィールドを見渡すカメラが設置され、その画像をもとにチームのコンピュータがロボットに指示を出して戦う。集約型システムのロボットとして素晴らしい速度とフォーメーションで戦う。6台のロボットを6人の人間がラジコン操作で勝負をしても勝つことは、 もはや不可能。18、12メートルのフィールドで5台までの自立移動型ロボットチーム同士で競技する。ロボットの大きさは正方形の一辺30センチメートル以上52センチメートル、高さ40センチメートル以上80センチメートル以下である。ただし、ゴールキーパーに限り1秒間のみ正方形の一辺60センチメートル以下。 高さ 90cm 以内まで拡大可能である。小型ロボットリーグと大きく異なる点は、ロボットが完全に自立している点である。カメラ等の搭載センサーのみで環境を認識し、その情報を用い判断、行動している。フォーメーションやチームプレーの難易度が高い。人間がラジコン操作するロボットと互角なレベルに達しつつある。近年、ループシュート、ボールが 中に浮くシュートを打つロボットが現れた。各チームが同じプラットフォーム、ロボットを使用し、プログラミングの優劣を競う。使用機体は二足歩行ロボット、なお、フランスアルデバランロボティクス製。2007年までは、四足ロボットリーグとして、ソニーのアイガンロボットアイボで争われていたが、アイボシリーズの販売終了に伴い、2007年の大会を最後に、なおに変更された。 2002年の世界大会から正式種目となった完全に独立した人型ロボットで戦う。各リーグの困難な部分を集めて、それだけでも困難な歩行ロボットに実行させる最も過酷なリーグ。2050年の目標へ向かうリーグであるが、技術的にまだ黎明期であり、各チームのロボットの状態に合わせて毎年できる競技、ルールを作成している状態。 身長 60cm 以下のキッズサイズリーグ、身長 100cm 以上のティーンサイズリーグ、身長 130cm 以上のアダルトサイズリーグに分かれる。一般的に小さいサイズの方がより高度な動きができる。おおむねの水準は以下の通り。各年の最優秀のロボットは以下の例より優れている。1995年の阪神大震災の 経験から始まった競技。ロボカップジャパンオープン2001、福岡2001年4月及びロボフェスタ関西2001、大阪2001年7月を経て2001年の世界大会から加わった。コンピュータ上の市街地の地図上に家屋、人、自動車、道路、あらゆる人、物、事象をシミュレーションし、大規模災害の対応を研究するリーグ。地球シミュレーターで、 あらゆる地球環境、気象を研究するように、災害のあらゆる事象を研究する。具体的には、震災発生後、火災炎症などが進行するシミュレータープログラムが用意され、競技参加チームは救助隊、消防隊、警察隊、市民など個々に対応するエージェントと呼ばれるプログラムを作成することにより災害軽減化を目指す。 競技開始前に被災地の状態は与えられていないので、各エージェントプログラムは自ら情報収集を行い、消化、舗装、救助活動を自らの判断で行う。競技の実況は2次元マップ、3次元マップ上に表示され、シミュレータ内で起こっている事象を実況中継するプログラムなどにより競技の様子を知ることができる。学生がシミュレーションで見つけた。 消火の最適解を消防士に話したら消防のマニュアル通りだったというエピソードがある。地理情報システム GIS に含まれる建物には建築年代、建築様式のみならず家族構成などの情報も含まれている。2001年の世界大会から加わったレスキューロボットによる実物大の仮設の災害現場でロボットの性能を競うリーグ。具体的には フィールドから離れた場所に隔離されたロボット操縦者が遠隔操作によりレスキューロボットを操縦か自立移動するロボットでフィールド内に複数置かれた被災者、ビクティム探索する競技である。ビクティムの探索はカメラによる画像のみによる死に以外に温度センサや二酸化炭素センサなど複数のセンサの併用によって確認しなければならない。また、 その発見したビクティムの状態及び置かれた位置、ビクティムまでの地図情報などの正確さが評価される。採点方法は複雑で少数点以下数桁が、含まれる点数となりわかりにくいが、操縦者が少ないほど、発見したビクティムが多いほど点数が大きくなる仕組みになっている。子供たちを対象とした、次世代のロボット開発者を育てる競技。 教育とホームエンターテイメント向けのロボカップ。教材開発や科学技術教育手法の研究を推進することもロボカップジュニアの活動の一つである。ロボカップジュニアに参加する子供の保護者や学校の教員などをメンターと呼び、実際のロボット制作やプログラミングへの参加や指示は禁じられおり、あくまで間接的に参加することを要求されている。これは 子供たちの自主的な活動としたいという教育的な狙いに基づいている。近年ロボットの制作に参加する保護者などが増えており、問題視されるようになりつつある。また、2015年度の大会より、日本国内のローカルルールとして、リチウムポリマーバッテリーをロボットに搭載する際の規制が行われている。リチウムポリマーバッテリーを搭載するロボットを制作し、 全国大会に出場する参加者は、ロボットに安全対策を施した上で参加ブロックの技術委員の署名と、大入りの使用申請書を運営委員会に引下げしなければならない。この規制は、参加者のずさんなリチウムポリマーバッテリーの取扱いにより安全な大会運営がおざなりになることを危惧して始まったが、規制対象となるバッテリーの条件を決定した基準が不明であったり、 リチウムポリマーバッテリーは規制する一方で、リチウムフェライトバッテリーや、リチウムイオンバッテリーなど、リチウムポリマーバッテリー以外のリチウム系バッテリーは、規制しといった難解な部分があり、一部参加者などの間で物議を醸しているのも事実である。改造可能な市販ロボット等を使って2対2のサッカー競技でロボット単体の性能やチームプレーを競う現在日本国内では、 交流の機会が少なくなるとの理由から1対1は行われていない。2対2で使用するロボットについては、直径 22cm、高さ 22cm の、円筒型に収まるサイズにしなくてはならない。部門は、ライトウェイトリーグとオープンリーグの2つに分かれ、ライトウェイトリーグは 1.1kg の、オープンリーグは 2.4kg までの重量制限がある。 赤外線パルスを発光するボールを使用するため、ロボットはボールを見つけるための赤外線センサや壁を、探知スセンサなどを搭載する。ほとんどのロボットがマイコンを搭載しており、パソコンでプログラムを作成して、自律制御させる。小学生年代から、このような制御技術を扱うため、実際には対応したロボットキットを使うケースが多い。が、 最近では市販のマイコンボードで制御を行い、オムニホイールやソレノイドを用いたキッカーやロボットと、ボールを固定させる、ドリブラを組み込んだ高度なロボットを制作する子供も、増えてきている。また、ルール規定違反だが、保護者の援助を受けて、違反出場をするチームも多々ある。2008年のローボカップ2008通より、現にと呼ばれる、従来のジュニアサッカーリーグのフィールドから内壁を、 なくしたフィールドで試験的に試合が行われている。現にのフィールドでは、従来、壁のあったスペースの外側に30センチメートルのアウトエリアと呼ばれるゾーンができ、ゴールが黄色と青色で着色されている。床は、左サイド、右サイド、ゴール前で色分けされている。ゴールが黄色と青色で着色されるようになったことで、 ロボットの混乱を避けるためルール上でロボットを黄色または青色で着色することは禁止でその色の衣服を着用することも禁止になった。また2009年のグラーツ世界大会より原理を改良したフィールド B という競技が公式に開始されている。フィールド B は内壁が存在しないことやゴールが黄色と青色で着色されているのは原理と同様だが床が 緑色のカーペットになり、アウトエリアの境界線が 20mm の白い線でマーキングされるようになって、画像認識などの新しい技術を取り入れることが考えられるようになった。2013年のアイント方編世界大会からは、相手ロボットや審判に危害を加えうる強力なロボットを減らすために、アウトエリアにロボットが完全に出ると1分間退場のペナルティが、 課せられ、ルールが作られ高度な制御が必要とされるようになった。2016年の世界大会では、試験的に赤外線ボールに代わるオレンジボールでの試合が導入される予定。両試合チームの同意が必要。また、日本国内だけでの日本リーグでは、ビギナーズ、旧エコートという、アウトエリアと呼ばれるゾーンがなく壁である、駆動モーター。 ドリブラーやキッカーは含まれないが2つ、電力が 9V までなど初心者にとって作りやすいロボットで戦う部門もある。なお、日本大会に出場したチームはこの部門には出場できない。子供たちが制作したロボットによる自由演技ベースのダンスパフォーマンス競技。ロボットの動きだけでなく、全体のプレゼンテーション力も評価される。演技する床面は赤、黒、 白のテープで区形に区切られており、その範囲内でロボットに自律制御の演技をさせる。センサの活用度やプログラミングの高度さ、気候制作のアイデアなども審査の対象となる。ロボットに決められたコースをたどらせて、早く確実に被災者を発見していくという競技。被災した建物を模したコートは白色の床で黒ビニールテープでラインが描かれている。 このラインをトレースして、ロボットを進ませるが、ラインは途中で20センチメートル程度途切れた部分、ギャップが設けられており、また障害物やバンプが置かれていたり、木の棒が巻かれていたりする。2009年ルールまでは、ライン上のところどころに、緑と銀の被災者を模したシールが貼られ、それを発見して停止し光で知らせることとなっていたが、2010年ルールでは2階の缶型、 被災者を発見、救出するように変更された。コースには、斜度20度程度の斜面があり、斜面と最後の部屋にはラインが設けられていないことが多い。2010年ルールではゴールがなくなり、被災者を避難エリアに救出して、競技終了となる。ロボカップアットホームは、サッカーで培われた技術を、今度は日常生活で活用しようという試みであり、キッチンや、 リビングルームでの利用を想定して、ロボットがいかに人間と共に作業を遂行できる、その技術を競技形式で評価する。2006年ブレーメン大会で初めてエキシビションが行われた。日本では2008年のジャパンオープン、沼津大会から公式競技として実施された。これまでいくつかのリーグが提案されてきたが、エキシビションのみ開催されたり、 数年で終了したリーグなどがある。月面探査ロボットなどを想定したリーグで2007年頃に企画されるが、本開催には至らず。概念は Google ク X プライズに近いものだった。2001年3月にバンダイ、タカラ、トミーの3社によってオープンアーキテクチャーによる遠隔操作型ロボットが発表された。2001年に発売された。 三社の製品では互換性が確保されておりパーツを組み合わせることによりレギュレーションの範囲内であれば自由に組み替えることが可能だった赤外線による遠隔操作であるため優先式と比較して自由度が高かったまた4対4で対戦するため同時に8台まで走らせることができた発売後国内で数回大会が開かれたホームカラーとアウェイカラーが それぞれのロボットに用意されていた。ロボカップはスイスにあるロボカップ国際委員会ザ・ロボカップフェデレーションを中心に各国の委員会が運営している。ロボカップ国際委員会の本部はスイスに登記されている。ロボカップ日本委員会日本の委員会は特定非営利活動促進法の施行直後の1999年12月13日に 特定非営利活動法人として、東京都の登記法人に登録。各国の委員会は、以下の通り、ドイツ、オランダ、イタリア、ポルトガル、スカンジナビア、スウェーデン、オーストリア、アメリカ、ラテンアメリカ、ブラジル、シンガポール、中国、日本、イラン。欧州や日本、イラン、タイなどで大規模な地区大会が開催されており、ジュニアの各リーグは、 地区大会が世界大会への予選となっているが、シニアリーグ、ジュニアリーグ以外のリーグの地区大会は、ジュニアのような選抜ではなく、練習会としての意味合いが強い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。